レディオアンコール桜しめじスペシャル。レディオアンコール桜しめじスペシャル、最後までお楽しみください。改めまして桜しめじの田中学と高田氷河です。先ほど7月23日配信リリースの拳のつぼみについてアンコールの取材を終えたんですけれども、はい、めっちゃ話したね。ですね。いや、なんか僕の中でもちょっと拳のつぼみの整理がついたというやっと、ね、ちょっとやっともうリリースしてるけどねそうだね、やっとね。いや、でもね、撮影もねいっぱいしまして、うんうん、すごい。どう、なんかこれ言えなかったこととかある？一つあるんですよ。あるんだ。一つちょっとあって、お、補足しときな。あの、好きなところがもう一箇所ある。もう一箇所ともう全部好きなんですけどね、曲のね。そう、曲全部好きなんですけど、うん、あのイントロのピアノが僕は好きなんです。確かにあれいいね。そう、確かに確かに。あのフッキーこと、うん、ねえ、フッキーのクワガタさんのアレンジ、はい、ね、ピアノやってもらって、うん、もうね、すごかったですね。生で弾いてるとこも僕ら見ましたからね。やばかったですね。うん、すごい、もう弾いた瞬間これだって思いましたねイントロはこれだって思いまして。さあ、アレンジとかもね、僕らがこうあだこうだ言わせていただきながらそうですね、なんかそれに応えていただく感じでやっていただいたので、すごいなんか良かったよね、あの時間もね。そう、みんなの協力を経て、うん、完成しましたね、この曲。よかったですよ。よかった。ぜひとも、うん、聞いていただければなと思います。あ、はい、聞いていただければなじゃないですね。たくさん聞いていただければなと、うん。はい。拳のつぼみ、よろしくお願いします。ということで、ぜひ、インタビュー記事もチェックよろしくお願いします。さあ、うん、そしてですね、はい、なんか、このレディオアンコールではですね、はい、アンコール編集部からの質問があると。おー、いいですね。ちょっとドキドキしますけど何を聞かれるのか、ね、まあ答えていきましょうか、はい。まずじゃあ一つ目ですね、うん、最近買ったものの中で、うん、これは買ってよかったなというものはありますか？おお、なるほど。僕ね、ちょっとタイムリーなんですけれども、もういいね、最近ちょっと買ったんですけれども、うん、炭酸を入れられる魔法瓶、へー、買っちゃいました。買ってたね。そうなんです、ついにゲットして、そうだ、なんか氷河って、うん、ずっと炭酸水飲んでるんですよそう、なんか最近になってね、すごいハマり始めて、なんかもう本当にパッと見たらいつも炭酸水片手にね、リハとかでもさ、昔はね、水とか、まあ、スポドリとかね、お茶とかだったんですけど、もう最近ずっと炭酸水ね、でね、飲んでやってますけれども、なんかハマっちゃって炭酸水に。でケースとかで買うんですけど、うんうん、ハマったのが冬だったんですよ、はいはいはい。で冬はさ、まだ自然に冷えるじゃん。そうね、寒いからね。しかもそんなに冷えてなくても、まあ美味しくいただけるんですけど、うんうんうん、こうだんだん最近暑くなってきて、そうね、これはもうダメだって思って、ぬるい炭酸水はちょっとね。そうなのよ。しかも外で飲むとね、やっぱ冷たい方がいいなって思って、うんうんうん、ね、でもね、前からちょっと渋ってたんですよ。ほう、僕ちょっとめんどくさがり屋な部分もありまして、はいはい、そうね、だから絶対なんかもう使わなくなっちゃうんじゃないかなって思ってます今、はい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 、今現在、はい。でも今のところは使えてます、はい。今使って何日目？使って2日目です。今日で2日目、あ、今日で3日目か。今日で3日目、今日で3日目です。明日使うかどうかですねはい、俗に言う3日坊主ですね。ちょっと使っていきたいと思います。うん、はい。どう、額は最近買ったもの？最近買ったもの、僕ね、ライト。お、ライト。ライト買って、最近その僕仕事部屋っていうの、うん、仕事部屋を防音にしてるんですけど、なんか机とかを全部買い替えたんですよ、うんうんうん、模様替えをしようと思って。でやっぱなんかその配信とかをするときに、やっぱそこでやるんで、うん、なんかちょっとでもおしゃれだと思われたいと思って、うん、すごい20代特有のね、可愛いライトを買いたいと思って、うん、なんかムーンライトを買ったんですよ。うわ、すごい、月の光、なんか月なの、月、あれだよね、月の形の
たまにインスタに載ってる、あ、そうそう、僕のインスタにたまに載ってる、ね、たまに載ってるやつだね、そうそう、好きなんですけど、うん、それが本当に良くて、へー、なんかね、すごい細かいの、クレーターとかもちゃんと細かく、うん、あ、へー、でも本当暗い中で写真撮って見せたら本当に月だと思うぐらい、うん、あ、そっか、あのデフォルメされた月じゃないんだ、そう、まんま月なんだ、ガチムーン、ガチムーンガチムーンだからね、あ、そうなんだ、あれはすごい良いですね、いい買い物しましたね、素敵ですね、 それに合わせて雲の形のライトとかも買って、うん、なんかすごい空って感じでも雲のライトはデフォルメされてる、デフォルメされてる、そっちはデフォルメされてる、可愛い感じ、可愛い感じのね、へえ、いいね、もう一個あります、はい、質問、オーダーメイドで作りたいものは、お、どうすか、なんかある、俺ね、はい、なんかわかんないけど、何何、キッチン、キッチンうわすごなんでかっていうと、僕料理全くしない、そうだね、うん、しない人からちょっとその言葉出るとは、全くしないんだけど、うん、最近一人暮らしがしたくて、うん、まだ一人暮らしじゃないから、はいはいはい、一人暮らしをしたくて、うん、でなんか自炊とかもできるように、うん、最近ちょっと料理しようって思ってるんですけど、うん、あの聞いた話によると、うん、自炊をするかどうかは、うん、キッチンによるって言われてその自炊しやすいキッチンだったら、自炊するけど、うん、しにくいキッチンだと本当に使わなくなるから、キッチンはもし自炊する気だったらこだわった方がいいよって言われて、うん、でそれだったらなんかオーダーメイドでねできるんだったら作ったらねしそうじゃない、そっか、もう今目の前でアンコールさんがもう大きくうなずいてましたね大きくうなずいてましたけど、そうなんだ、やっぱそうらしいよ、それはちょっと興味あるね、うん、自炊やっぱしたいもんね、そうそう、なんやかんや料理安いって言うしね、ああまあそうね、そっちの方がね、うん、材料買ってっていう、ね、そうそうそう、はあ、どうですか、なんかオーダーメイドしたいものあります？いやもういっぱいありますよ、オーダーメイド、それこそね、イヤホンもそうですし、ね、あ、そうね、ギターもまあそうですしね、え、でもやっぱこれかな、スニーカー好きだよねスニーカーね、うん、まあ、スニーカーのオーダーメイド、まあカラーリングを選ぶオーダーメイドだったらやっぱり、うんうん、いっぱいあるけど、うん、なんかねもう形も変えたいよね、自分オリジナルの形のスニーカーを作ってみた、高田モデル、そう、高田兵庫、いいじゃないですか、なんか夢ありますね、そう、ナイキエアなんちゃらかける高田兵庫、いやなんかキッチンかける氷河高田逆にしたいのね、そうね、いや作ってみたいね、いいじゃないですか、趣味もね、そう、あのスニーカー集めることがすごい好きで、うんうん、なんかね最近服とかも興味出始めてきたんで、うん、なんかそういうねオーダーメイドのね靴とか作りたいなーなんて思ってますね、じゃあそれはね全然夢じゃないですから、うん、そう、そう、N さん、どっかの N さんかどっかの A さんかもう一つの N さんかね、はい、どっかしらからね、どっかしらからちょっとでもほら、ね、もう大きくなればいいわけですから、いやそうよ、それもいくらでできますから、そうよ、そ、ね、そうよ、ね、頑張りましょう、そう、はい、ということで、アンコール編集部からの質問に答えていきました、ということでレディオアンコール桜しめじスペシャル、うん、そろそろお別れのお時間です、早いですね、ちょっとねここで改めて僕たちのお知らせをしたいなと思います、はい、先ほども軽く触れましたけれども7月23日にですね新曲こぶしのつぼみを配信リリースしました、はい、ぜひ1回だけじゃなくてな、本当にたくさん聴いていただければなと思います、はい、そしてライブのお知らせです、桜しめじ2022夏ツアー、僕は君で君は僕が7月30日からスタートします、はい、さらに8月20日21日にですね、東京ガーデンシアターにて開催するエビダンザライブ2022にも出演します、うん、ぜひね、あの多分ですけど、あの僕らが踊ってるかもしれないステージが、そうなの、踊ってない、そうなんだ、
なんかまあ違う一面が見れると思うのでねこのエビダンザライブにも、ぜひお越しください。はい、夏ツアーもぜひですね、うん、いろんなところ全7カ所行きますので遊びに来ていただければなと思います。はい、うん、そしてですねまた、キラリというアプリにてですね桜しめじオフィシャルファンクラブ、ロクスタ14時集合でがスタートしました。はい、そうなんです、うん、やっとの思いでファンクラブ作りました。実は結成して8年経つんですけどようやくファンクラブができたということですので、なんかライブや、イベント、うん、チケット選考受付だったりとか、はい、会員限定のオリジナルコンテンツも、ありますので、キラリならではの楽しみ方があると思いますので、うん、ぜひとも、参加してチェックしていただければなと思います。はい、その他の情報については桜しめじの公式サイトや SNS をご覧ください。はい、そしてアンコールのウェブサイトにはですね僕たちのインタビュー記事もアップされていますのでぜひチェックお願いします。こぶしのつぼみについて、はい、たっぷりと話しましたので、最後まで読んでいただければなと思います。はい、それではまたお会いしましょう。お相手は桜しめじの高田氷河と田中岳でした。さようなら、またね、バイバーイ。